皆さんこんばんは。ということでみんなの町の投稿事件簿でございますけども、やってまいりましたね、事件でございます。はいはい、たくさん毎週、まあ、何回もお届けしてますけど、本当にたくさんあるんですよね。ようこんなね、まあ、ピンキリですけど、うん、はいはい、事件って起きるもんだなって毎度思いますよね。本当階段と同じぐらい来てるのかな、投稿はきっと。え、ここ1週間で、はいはい、もうピンキリでいいですよ。なんか事件めいたものありました？ここ1週間で思い出して、俺のテーブルだけ醤油がなかったとか、それぐらいですか？ああ、そう。え、何食べに行って、ご飯食べに行って、長野に取材旅行行った時に、まあまあ、その3組しかいなかったんですけど、確実に醤油を使う料理があるのにないんです、僕は。でも俺ちょっとそういうところで小心者が出てしまって、言えないの、なんか、あ、すいませんっていうのが、醤油、そうそう、それを言える大人に俺はなりたい。それは言っていいです。そうなのよ、言えない。いえ、なんかね、ちょっとなんかあるじゃん、ちょっと言いづらい状況みたいな。なんかだって一番美味しい状態で食べたいじゃない。食べたいよ、それは。醤油ないとだって薄味やったりするよ。俺醤油がかかってない冷ややっこ食ったもんな。うわー、それは言うた方がいいですよ。で、鮭の横についてるなんか、あの大根おろしとかも、なんか醤油なし、醤油をつけてない大根おろしって何？大根おろし、大根おろしですよね。醍醐味ゼロ。そうだからね、なんかまあまあ、そのちゃんと言いましたけど、多分ね、本当それぐらい。旅館の人は、はい、あ、こいつ健康診断の結果を踏まえて病院早い行った方がええのに全然行かねえな、醤油なし。大竹先生かよ、お前。すげえ分かってんじゃねえかで、そんな罰だったのか、あれは。いやでもね、それぐらいでしたけどね。なるほどね、だから自分も振り返って事件あったかなと思ったら、うん、そんなないのよ。あ、でもね、多分2、3個の傷害事件ぐらいでしょ、多分。それないわ、別にないよ。あ、なかったね。おとなしい、おとなしいね。行ってますよ、車を。いや、本当？いやいや、運転できてないで休みませんみたいな、一回謝ったけど、なんかよくわかんないけど。本当にね。なるほどね。まあちょっと台風も怖いですね、はいはい、最近ね。あ、いや、そうですよ。だからそういう意味で事件って言えば、そういうところがなんかみんなも気になってるところ。そうなんですよ。もうこんなもんはね、尺調整で喋ってるんでね。もうほんともっと頑張れよって話なんですよ。すごいですね。尺調整のために話しなさいよっていうことなんですよ。はい、あの尺調整がなんか、はい、長野県の高校の尺調整に聞こえてしまったんで、僕にね。尺調整、尺調整って有名なとこあるよね、甲子園のね。尺調整、うん、あ、ごめんなさい、高校野球興味なかったです。高校野球、そうそうそう、すいません、尺調整だから、これも関係ない、尺調整の話をするのも尺調整、ね、尺調整ですから、これは、ということでね、はいはい、まあまあ、行きたいと思いますよ。はい、まずはですね、僕たちのロボはマグマックスさんからいただきました。いいですね。何か、よくわかんないところがいいですね。はいはい、20年ぐらい前なんですけども、うん、免許取って、で車入手できたと、うん、でドライブ行きましょうということで夜中に出発、千葉県にある工業地帯の、うん、まあ、その付近にある16号線を深夜12時ぐらいに走ってた、はい、目の前の信号が赤、停車しました、うん、隣の車線に1台のワゴン車が止まる、うん、そしたら突然ワゴン車の後ろから軽自動車が速度緩めずにズーン、ってなって隣で急に追突事故起きたから、でそしたら突然ワゴン車の後ろからこうね、こう突っ込んだ、この突っ込んだところから、こうべっこりへこんでるわけじゃないですか、もちろんね。で追突した軽自動車ボンネットがパカー開いて煙がブワーッ出てきたんですよ。でその瞬間に青にこう変わった信号がね、でこの追突されたワゴン車、うん、ね、普通降りて、いやいや言うでしょ、いろいろやるじゃないですか、普通に走り出したんです。なんでワゴン車悪くないんですよ、追突された側やから、はい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 、100% 悪いのこっちでんです、追突してきた方だよね。でもなんか逃げたみたいにブーンって行くんですって。なんでと、うん、気になる、気になったから追跡したんです、うん、このワゴン車を。何なんだとあれは、ね、友達と一緒に、ああ、あの逃げた車は死体とか積んでんちゃうかとか、バレたらやばいみたいな、そうそう、運び屋とかでさ、ああ、でこのワゴン車警察を呼ばない理由は絶対にそういうところは絶対あるから、はいはい、やましいことがね、うん、で結局ワゴン車脇道に入ってこう消えていったんですけども、ああ、なるほど、俺じゃねえやあのマグマックスの人はマグマックスじゃない、あのこの方たちが考えた理由は、あれ多分飲酒運転してたから、
あー、なるほどね。おそらく飲酒運転バレたらもうね、免許取られるから、それビビって警察を呼ばずにもう逃げたんじゃないかと。そういうことか、うん、だから追突されたものの警察呼んでやばいのは自分たちの方や。なるほど。だからそのまあ逃げたんじゃないか。事情はそうじゃないかっていうことだね。あくまで予想ですけど、でもまあまあそういう場合ってさ、はい、まあ飲酒の方が罪重いのか。飲酒運転してる方が重いですね。なるほどね、はい、もう免許没収じゃないですか今は。あ、もうこんな追突されたこととかよりもそっちに行くわけだよね。まあ、こっちもね、うん、こっちもぶつけてるから、でも自己処理で済むから、うん、なるほど、うん、両方だったらどうなの、そういう場合って。両方ぶつかった方もぶつけられた方も飲酒してたら、あ、もうあの地獄ですただのただの地獄です。そうなんでしょうね。ブチギレ警察ブチギレ、なんだお前ら、なんだお前らっつってコントやってんじゃねえよと、一回しろよっつって。そうなるよね、多分ね。いや車のことね、まあまあわかんないですけど、でも大変なんだろうな、これはね。それ絶対なんで言うんすか、いつも。いや、わかんない。いや、大体わかる。一般常識やから。車の免許は酒飲んで運転したらダメやから。そこはわかる、そこはわかるけど、はい、ほら、細かいルールとかあるんじゃん、なんか免停とか。あ、まあまあまあ、免許のことは ね、免許持ってないとわかんないですけど。その部分はちょっと難しいですよね、なんかね。続きまして、うん、シャー・アンズナブルさんからいただきました。はい。これ面白いですね。嫁がまだ走り屋だった頃、うん、嫁走り屋だったんか昔今主婦になって、前職走り屋30年ほど前です、はい、同級生の N 子と2人でドライブに行った時、うん、いつものコースを走って海まで行った帰りです、うん、交差点で赤信号だったんです、うん、でまあたわいもない話しながらですね、赤信号信号待ちしてたらブーン、この動きは隣におじさんがね、カブでね、こうね、ブーンって来たんですよ、うん、これはやばいぞ、なんかで、助手席に乗ってた N 子がですね、はいはいはい、何気なくそのおじさん、カブ乗ってね、うん、こう止まってるおじさんを見てみたんです。うわ、これ多分、もう俺いこ予想ついてるもん今。おじさんね、ふ、うんふんふんしながら、うん、ね、もぞ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 、やっぱりそうだろ、やっぱりそうだと思ったわ、はいはいはい、うね、でその時、嫁と N 子はミニスカートなんですね。あ、なるほど。で N 子はニーハイなんです。あ、なるほど。カブのおじさん2人のそのミニスカートを覗き込みながらニヤニヤしてね、うん、しこってたんです。何やってんだよ叫んじゃないよおじさん、超キモいんだけどこいつってなって N 子がなるよそれは、ね、で嫁は見えなかったけど、でも言うてるから、青になった瞬間にブーンつってね、ダッシュしました。で、はい、2つ目の交差点過ぎたところで、うん、白バイに止められた嫁はですね、うん、まあまあ、あのギュッて曲がったからね。そっか。ね、君と。ビビビビビつって、止まりなさいって白バイに止められたけど、ね、からだとちょっと待てよと、うん。今逃げてきたんだよと、うん。変態が後ろにいるからつって、はい。そっち止めろと。で、その出来事をね、白バイ隊員に話したら、うん、分かりましたと。そいつは捕まえます、うん、今度は、うん、今後はこうスピード控えて運転してくださいねっつって、まあまあね、ブーンつって白バイ行ってくれたんだって。おー、そうなんだ、ね、で1ヶ月ぐらい経ったある日、はいはい、N 子とドライブして例の交差点を過ぎたところのコンビニに泊まったら、うん、白バイが来てね、おー、この前のあの変態親父捕まりましたと、おー、よかった、うん、報告してその白バイ隊員帰ってったんですって。かっこいいですね、お仕事ね、うん、で白バイ隊員はもともとスピード違反とかでね、うん、取り締まられるから苦手だったんだけ ど、はい、その時の白バイ隊員だけには感謝したそうですと。これはね、確かに目の前でギュッてやったからね、白バイの人も言わなきゃいけないっていうところはあったんだろうけど、ちゃんとその後ね、そうね、親父をなんか捕まえてくれるっていうのが、だからでも変態のやること、うん、何それは、そのちょうどよくいたからしこっちゃえと思ったのかな。いや、そうなの、これすっごい難しくて、カブ、うん、運転してるじゃないですか、運転してるね、外じゃないですか、うん、よく立ったなっていや、だから、ね、なんかさ、いや、そう、何かをしてる時とか、うん、何かに集中してる時ってそういうの出るの。いや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 、いや、むずいと思います。そうだよね、1個のこと2つのことが両方できるタイプなんだね、変態は、うん、今回の変態に関して言えば、まあ、そうね、運転だったら運転に集中するじゃん、それだったら。ああ、
あ、でも運転手でもムラムラするときあるのか。あるんじゃない。あ、なるほど、ね、そのムラムラはするけど、なんでこのチンチントークせなあかんねん、この変態のために。お前のせいだからな、変態。何、真剣にこの状況やったら立つかな、じゃないの。お前の真相心理をちょっと考えなきゃいけなくなってんじゃねえか、もう。変態。ダメだ、そんなことしたら。ねえ。はい。ヤニカスさんからいただきました。ヤニカスかい。どんな名前やねん。なんだよ。綺麗なヤニカス。大阪市内のマンションに一人暮らししてるんです。はい。で、1K がメインで一人暮らしの人が多い。うん、で各階の両端っこだけファミリータイプになって 2LDK なんですね。なるほど。で仕事から帰ってきたある日ですけども、うん、部屋にですね、なんかこう植物がこう腐ったような匂い、うん、なんかこうなんかたまにあるじゃない、雑草のさ、ものすごく臭い匂いね、うん、あるね。でこれ独特な匂いなんですけども、うん、あの彼氏一緒にいてて、うん、彼氏がですね、これ絶対マリファナだなって言うんですって、うん、なるほど。で換気扇から流れてきたと。ああ、でベランダに出てみたら、隣の部屋の方が窓を開けていて、あら、そこから匂いが流れてきてると、はい、でベランダ側の向かいにもマンションがあって、その窓に映って隣の部屋がうっすら見えるんですけども、うんうん、音楽鳴ってるんです。で2人の人が異常にその音楽に乗りながら出会ってるんですって。でもうすごい、もうそのね、やってるなと決まっちゃってるんでしょうね。で通報したとして、通報元がバレて報復されたら怖いじゃないですか。怖い、非常に怖い。で一緒にいた彼氏がですね、うん、もしマリファナじゃなくて覚醒剤とか、うん、もう一緒にやってたらこれ事件につながるかもしれないって言ってたんで、うん、もうその交番が近くにあってね、はいはい、相談しに行って、うん、でおまわりさん曰く、騒音などのはっきりした迷惑声がないと隣人宅はちょっと尋ねられないんだよっつって。そうなんだ。あ、なるほど。でもし迷惑行為があった場合は110番、うん、してねと、うん、そしたらすぐ駆けつけるからと。なるほどね。で普段から割と壁どん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 する音が気になるんですけども、うん、あんま、まあ、あの通報するほどでもないのであんま気にしないようにしてるんですよ。なるほどね。見た目は至って普通の冴えない男子大学生のような感じの子が後ろに住んでるんですけども、はいはいはい、まあ同じねフロアにちっちゃい子供もね、こういるファミリーとか住んでるので、うん、今後事件にならなければいいですけどねというお話でございますね。あの人こんなことやってたんだみたいな形なんでしょうね、うん、見た目的にやってそうに見えない人がやって出たりするんだろうね。でも意外と、まあ、まあまあそうでしょう。どういったところから始まるんだろうね。好奇心じゃないですか大抵は。 やってみようみたいな、うん、なんか興味があってっていう好奇心と、あとはまあ周りの友達、あ、まあまあ友達か、うん、多分ほとんどそうだろうね。もうその2パターンしかないでしょうね。うん、好奇心はね、良くないですよ。良くない、うん、良くない。好奇心が良くない。まあ好奇心を責めるのは良くないけど、よくその良くない、これに対する好奇心ということですよ。まあね、薬物に対する好奇心は良くないってことね。行ってみよう、やってみようっていう昔ね、教育番組やりました。あれは好奇心の塊ですから。やったけどね。あい、そういう、あれポッケっていたの。ポッケいたね。ポッケもやるのかなと思うもん。ポッケ、好奇心があったらやります。ポッケ、ポッケもやります。ちっちゃいね、お猿さん。おさみんなわかんのかな、ポッケって言って。そう、パピープペポッケ。ポッケ。そうね、あの俺みたいな髪の毛。そうそう、そうだ。めっちゃ似てるわ。ポッケです、ポッケ。お団子好き、お昼寝好き。何々はもっと好きって。お団子とさっちゃんを比べるのよ。さっちゃんっていうのは確かお、ね、お姉さん。なあ、じゃあじゃあ。ね。今の子ってさ、学校休んだ時って教育番組見てんのかな。いや、見ないんでしょ、もう。YouTube 見たでしょ。 YouTube か。俺ら午前中絶対見てたよね、た学校休んだら。そう、それが背徳感のね、学校休んでるっていう、なんか、背徳心みたいな。俺見ちゃってる今、みたいな。そうそうそう、一応ね、なんか申し訳程度に布団には入らないこれはね、自分の中の最後の謝罪みたいなところなんですよ。俺寝てるし、みたいな。そうそうそう、ちゃんと寝てるし。いや、時代でしょ、これはね。そうね、はいはいはい、関係なくなっちゃった話、はい、関係なくなりましたけど、まあね、サソリ座の女さんからいただきました。あ、いつもありがとうございます。なるほど、うん、今回はですね、ちょっと変わった痴漢をしてきた変態4人をまとめてお届けということでね。うわー、変態。1人目です、はい、私が小3の頃、うん、
自転車で友達の家から帰るときに、後ろから来たヤンキーにですね、うん、追い抜きざまにお尻をもみもみされました。うわー、こういうのいるんだろうな。で、私は幼いながらヤンキーって痴漢するんかいみたいな方が強くて、なんか泣いたり怖がったりしませんでした。うんうんうん。2人目、中学生の時です。お昼からの部活動に向かうために通学路を歩いてると、うん、前から来た自転車に乗った男に左胸を揉まれかけました。わ、制服の左胸に生徒手帳を入れるポケットがあって、私は真面目だったのにそこにちゃんと生徒手帳を入れてたから、揉んできたこの手が生徒手帳をこうね揉む形になったからガードされたと。警察手帳で銃弾が助かったみたいな、ね、なんか映画的な展開ですよね。ざま見ろと思って振り返ると、男は柔らかいと思ってね触ってきたのに、うん、硬かったカチカチやったから、うん、いやそんな驚く、いやいやいや、ミスター・ビーンだろほとんどのリアクションの取り方がもう。3人目、はいはいはい、中学生の時です、うん、塾に向かう途中に後ろから男が近づいてきて、はい、わざとこうね、この人のこの歩いてるこの手が自分の股間に当たるように、まあ難しいなおい、また強引だろそれ、ピタゴラスイッチかよお前。でなんかその時ねバッグの荷物が重くて、はい、かなり勢いよく手を振ってた、振ってたんだ、そう思いっきりこう手振ってたから、おうおう、まあその触れるというよりも、うん、当たるなんか殴るみたいな、グーパンが、はい、ね入るみたいな感じになって、はいはいはい、当たった瞬間にうってなって前かがみになってましたと。なさしょうもないな、はい、本当に。ただ、はい、この男マスクで顔を隠していましたが、うん、声とその目元のね、マスクで隠してるけどこの目元から、うん、私の小学校のクラスメートだったと思いますと。同級生、何やってんのよと情けない気持ちになりましたと。いやまあそれもあるだろうね。4人目、私が20代の時、朝山手線でですね、うん、車内トラブルの影響で止まってしまいましたと、うん、車内はすし詰め、うん、でね後ろにいた男がですね、私のお尻の付近にですよ、うん、局部をね押し当ててくるんですよ。情けないよ、ね、でよ、ちょっと当たるか当たれへんかのところで、すげえ腰振ってくるんですよ。ガツくな、どれぐらい振ってんのかな。いやだいぶ振ったんじゃない。で最初、あ、書いてあった、最初はゆっくりだったのが、うん、まあ、激しくなってきたと。いやいや、いや捕まるよ、あとはおかしいんじゃないマジで、つって、うん、やってんだ朝からつって、うん、ね、で思っていたらその腰振り男の隣にですね、はい、おじさまがですね、いまして、私に失礼、場所変えてもらえますかってにこやかに声をかけてくれて、私と場所を変わってくれたんですよ。ナイト精神、寿司詰めだったのに周りの方も隙間を作ってくれて、まあなんとか変わると、おじさまは腰振り男とわざと向かい合うように立って、おー、なるほど、冷たくね、その腰振り男をずっと見つめていたと。はい、で腰振り男はですね、こうね、ナイトが来たからさ、やっぱナイトが来たらね、汗かいて、面白いな、こういうのを電車降りていったと。なるほど。止まった時にね、はいはい、でおじさまにありがとうございましたってお礼言うと、うんうん、ニコって笑ってね、素敵だね、私に背を向けました。周りの方も何も言わなかったけど、私から腰振り男を話すためにさりげなく協力してくださって、こうね、みんながこう守ってくれたみたいな、周り一丸となってた、いいお話ですね。いやすごかったですね、一人そういう優しい方がいて、本当に周りも空気読んでくれるというか、うそのおじさんが向かい合ってても腰振ってたら本物だけどね。本物やな。一番怖いと思う、それが本当に。いや誰でもよかったんかいみたいな。ずっとね、うん、なんかより強めてきたから。いや、好みだったんかい、どっちのかみたいな。怖いよ、人は多いですわね。怖いですね。あとそろそろ誰か私の変態特集作ってほしいですね、切り抜きで。だいぶやったね。だいぶやったでしょ、ね、今の変態の。変態のね。レパートリーはすごく多いね。ナイトに見つめられてちょっとテンパってる変態であったりとかも ね、いろいろありますよね。まとめようこれ誰か。続きまして、はいはい、和風厚切り豆腐ステーキ5000層。ああもう注文しよう、もう2人前注文しよう、頼む。2人前お願いします。それいい名前ですね、うん、いいですよ、すごくね、
大学時代の時、はい、マッチングアプリで彼氏を探してたんです。そうなんだ。今のようにマッチングアプリ、当時はですね、別になんかこう、うん、みんな公認のみたいなんじゃないんですよ、はいはいはい、ちょっとした背徳感がありつつ、ね、あるでしょう、ね、出会い系サイトの延長みたいな。そうだよね。でもね、彼氏めっちゃ欲しかったんですって。和風厚切り、トフステーキは、トフステーキ午前は、ね、ある日とある方とマッチング、おい、数週間メッセージ交換し合って、いよいよデート。あ、これはいいよ。向こうの指定してきた駅前で集合ですよ。はい。ねえ、小綺麗な格好で行くじゃない、デートだからね。そうですよ。でも待ち合わせ時間になっても来ないんですよね。ぶっちかよと。ふざけんなよ、思っていると、うん、横からぬっと人影が、あれと思ってそっちを見ると、うん、40代半ばの、ややふくよかなスーツを着た男性なんですね。ほほほ、豆腐ちゃんってね、うん、聞いてきて、でそれマッチングアプリで使用してた名前なんですけど、はいはい、いやいやこいつかいってなって、もうね、ちょっと半ばパニックになってるんです、はいはい、でそのね40代半ばのそいつがね、こう言って言うんですよ。あの丸々くんが来れなくなったからねって言うんですって。あ、はい、あ、代わりにみたいなこと、はめられたみたいな。危ないぞ。でもう逃げようと思ってですね、帰ろう帰ろう、これ逃げようと思ってね、こう進路をね、こうね、あのこう確保して、さあ逃げようと思ったら、なんかこうね、しかし回り込まれてしまったみたいに。出た、ドラゴンクエスト、グググって来て、回り込まれた、ね、うん、で、これでどう、うわきつい、きついなこれ今の。これでどう、これでどうじゃないよあ、完全にやばいやつだと。一旦攻撃食らったね、でその場を去ったんですけど、よくよくその地元の友人に聞くと、そのマッチングアプリってそういうところだよっつって。ああ、なるほどね、最初の目的自体がってところなのか。皆様も今はマッチングアプリ、容認されていますが、そういう人混じっているので気をつけてくださいねっていう ね、 なるほどね、時代なんでしょうか ね、 まだそういったものが。あと自分がよくわからない登録しちゃったのかもしれないよね。まあ、まあでもわかるか、雰囲気でサイトとかの。40代半ばのややふくよかな昼でしょ多分。いやちょっと待って、あれこれでどうかミニッシャー下げんなよ、下げんなよ、何ねぎってんねんさっきのやつが枯れないし言ってたけど、これでどうかな、これでどうかな、嫌ですね、嫌ですね、嫌だ、嫌だよ本当に。いや、嫌だ。でもだから多分年齢と、あの体型で言うと俺みたいな多分感じだと思うんですけど、でもそれが本気で平日でしょ、多分分かんない、平日のお昼ぐらいに待ち合わせして3万円を払おうって。でもそうね、怖いですね、怖いですね。これは店に行きなさい。そうなんですよ、いや行かないんですよ、行かないんです、行かない、そういうやつは行かないの。そうでもこれでいいかなって言っといてこれにしようと思ってたいや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 、そうそう、せこいから、こすいですね、こすいんですよ、こういうやつは。本当に木のぼりパパさんからいただきました、ありがとうございます。近所のスーパーでの出来事なんですけど、数年前、私はですね、まあ、あとある土曜日8月でした、仕事に向かって小5の娘、と奥様ですね、近所の少し大きめのスーパーに買い物に行ったと、はいはい、で買い物のついでに、2階にあるゲームコーナーで、はい、女の子用のカードゲームをするのが、まあ、日課だったんです ね、 なるほどね、娘ちゃんが、うんうん、でいつも通りゲームを娘はしています、うん、で奥さんはそれを待ってます、うん、で学校が夏休みの土曜日、人は多かったんですけども、うん、まあ、そんな中ゲームを終えて駆け寄ってくる娘から意外な一言が、おねえねえ、あのおじさんに写真撮られたんだけど。写真、詳しく話聞いてみると、うん、ゲームの順番待ちをしている時、スマホを向けられているような気がして、うん、で最後にカシャってシャッターの音がしたと。で、奥さん気強いんですね、昔やんちゃしてたらしくてですね。でもし自分の娘が盗撮にあったら、あこう、ね、確かめずにはいられないし、うん、許せないとの思いからですね、もう一回ゲームしておいでと、はいはいはい、で 再度ねゲームに生かしたと、うん、で娘をおとりにですね、奥さんちょっと監視してたと、ね、なんか寄ってくるんじゃないかと。そしたらですね、30代ぐらいの男性がスマホ片手に娘の真横に来ました、うん、で普通な感じなんですね、うん、
で普通な感じやけど絶対こいつやなと思った奥さんはですね、男の背後に回り込んでスマホ覗き込んだんです、はいはいはい、そしたらその画面ね、こうやってスマホを見てるふりしながらちょっと角度が娘の方をこう映しててですね、動画なんですよ。あ、動画撮ってんだ、で次の瞬間スマホを取り上げて、で相手男性じゃないですか、はいはい、ね、で男性やからもう何で取られたからうわーみたいなんで来て揉み合いになりました。で辺りに人だかりができて、でね、はい、男はスマホを諦め逃げようとしたその時を狙って、こうね奥さんね、グイーってもうね関節技みたいに腕を取りに行って、すごい ね, ね男を引き倒しましたと、はい、その直後騒ぎを聞いた警備員2人の男は取り押さえられて、よかったね。で、どういうことと人だかりから男の、奥さんとおぼしき女性と息子さんがですね、どういうことって来たんですよ。妻子がいるのか。家族で買い物中なのに盗撮しとるんですよ、独身設定だと思ってたね、え警察に連れてかれたと。で妻と娘も事情聴取のためにまあまあ連れてかれてね、こういろいろ説明するんですけど、はい、相手のねその男のスマホにはですね、スーパーで撮ったであろう大勢の少女の写真、動画、スカートの中などの写真が。幸いうちの娘は全身写真だけだったので被害届を出すだけとどまったんですけども、まあまあ奥さんね、年配の警察官からですね、今回たまたま取り押さえられたけども、まあね、本当に凶器持ってたりしたら危ないからね、危ないなと思いますね。で逆にあの取り押さえた時に相手が怪我してたら、あのやりすぎであなたが訴えられることもあるんで、難しいバランス加減の世の中ですね、こんなもんは。で後日ですね、スーパーの警備員さんに挨拶に行くと、あの後相手の奥さんに事情を話したら、もう大変だったんだよつって、まあそれそうでしょうね、でしょう、身近なスーパーで起こった事件でした。私は仕事中に電話で知らされ、速攻ね会社早退して現場に行きましたけど、みたいな。パパはね聞いてびっくりしたってことだろうけど、これそのいやーかわいそうだな、この家族がね、そうなんかね、精神的な被害を受けるね、もちろん木登りパパの家族も娘ちゃんもそう、いやまあそうね、でやってる方のさ、何奥さんと子供がいるんでしょ、そんなもうよくでそんなフォルダー分かんないにやってんのかね、そんな見たらバレないようになってんのか、いやなんか分からんけどね、奥さんを抱けよ、抱かないんです。でも抱いてるんだと思うよ。ああ抱いてるけど、ほら、でもそういうのって、ああまあまあまあそうか。売ったりできたりするらしいからね。いろんなとこに。っていうのあれ詳しいですね。これでどうかね。これ何なんだよ。持ち上げじゃねえんだよ、俺たちにこれは。やらないんですよ、そんな。最後です。最後。足立のよしこさんからいただきました。はい、中学生の頃です、はい、私の実家で誕生会があった時、当時の彼氏と小学校から一緒の幼馴染のギャル。で普通に誕生会で盛り上がってたんですけども、外が騒がしい、はい、で気になったんで裏口を開けて覗き込んでみると、隣のですねアパートから煙が出てるんです。火事、で住人たちはみんな慌てて外に出て、でわわわわ言うとると、でお母さんに伝えて、でそこは我が家がオーナーをしているアパートだったので、あそうなんだ、お母さん大家さんなんですよ。で急いでアパート行って、で救急車警察が到着して、で中の住人運び出して、でお母さんがですね、この人は誰かと警察官が尋ねると、誰このおっさんってお母さん驚いたんですね。住人じゃない、知らない人なんですね。知らない人がこうね、出てきたんですよ。そうなんだ、勝手に入ってたの。で後に分かったことなんですけども、火事の原因は寝タバコで、その部屋には本当は女性が住んでたんですけど、その男性しかいないんですね。女性が連れ込んだ男性が寝ながらタバコ吸ってたがために、アパートの住人たちみんなが巻き込まれたっていう事件なんです。じゃないですね、以上ですね。恋人だったのかな。まあまあそんな感じじゃないですか。そうだよね、そうか。そういう場合の責任の所在とかもすごい気になるよね。まあ気になるね、だってまあ入居するときにいろいろ契約書類とか交わしてるんだろうけど、なんかね、祖父にした場合の責任の所在は、まあだからその部屋の人じゃない。まあ、そっか、入居者か、多分そうやと思うよ。だって友達が来てと同じ設定やからね、これ。まあそっか、そうか、そういうことだよね。
ていう感じですかね。いやでも何があるかわからない、恐ろしい、世の中ですわ本当に、これ言うの聞いてると一番ね、なんか身近にありそうじゃん、ね、こういうことっていうのはね。確かにそうですわ。怖い怖い怖いね、というところで、みんなの街の投稿事件簿以上でございます、はい、皆さんどうもありがとうございました。では続いての次の投稿階段、投稿階段です。これ怖いよね、めっちゃ怖いじゃん。いいですね、いいですね、面白いな、やっぱ面白いな、良きですねマジ不思議プレゼンツ、階段に夢を、その手で掴み取れ。いや、新しい企画思いついちゃったんですよね。怪奇園を復活させようと思ってたんですよ。ただ今回のイベントはもう今までの従来のものではなくて、圧倒的にみんなにスポットライトが当たる企画にしたいんですよね。怪談によって人生が180度変わる、なんかこの奇跡に近いこの体験をですね、皆さんにもぜひ味わってほしいなと思ってます。この大会の中で新しくみんなにすごいねって言われる話きっと出てくると思うんで、それにすごく僕は期待しています。投稿階段で人生を変えろ、賞金総額186万円、詳しくはURL から。一番怖かった、マジで。あれやばいよね、やばい。